はい、どうもかぎです。20代のミドペラントセースやっていきます。前回のパートで、日本一になれずもう1年遊べるドンということで、もう1年遊ぶんですが、そのためのオフシーズン、そのために補強していきたい、なんだっけ、ゲームしながら喋る人ってすごくね。俺よく思うんだけどね、ゲームしながら喋れる人ってすごいよな。なんか全然普通にゲームしながら違うこと話してるじゃん、雑談とか。無理だわ、そんな頭が回る。手動かしながら、だって頭の2つ考えたみたいなことでしょ。喋ることも考えながら、今ゲームをすることも考えて、2つの脳を使ってゲームをしている、そういう人は素晴らしいと思います。というわけで FA 交渉やっていくんですが、ハーシの背番号1番、鳥谷じゃないか、鳥谷はもういないもんな。あと外国人が FA 宣言してる。あー31、あ、メルセデスか、外国人って。32、31、33、26、わっか、なにこれ。しかも C ランク、なんだこいつは、よくわからんけど、もらおう。いいねで買おう。え、強くね、こいつめっちゃ。プロ1年目から多分活躍したんだろうな。8年目で FA って。あ、松井裕樹 FA になってる。5.61 か。微妙だな。そして抑え適性なくなってるし、松井裕樹。ああ、そうだ。宗も FA。宗？あ、宗、うちトレード出したか。トレード出して FA したんだ。トレード出して FA した。沢田。すげえ、1点台だ。桑原すげえな、得の。49通りするんだ。虎の井立て。いや、古市に全力で行くしかないな。まあ、20代ってそいつしかいないしね。古市若いな。こいつはマジで。絶対取らないといけない。14ぐらい入ると絶対来てくれるよな。こいつは絶対取らないといけないよな。古市クッドール、すごい、なんだこいつ、ナックラーだ。え、41歳でこれか、強。古い、しかも2000万安。なんで来ない、うちに。なぜうちに来ない。古市なんでうち1億4000万払うのに、しかも2年契約で。意味がわからないよ。あー、古市取れたかったな。ヘイルウッドが帰っちゃう、帰ってもらおうか。家計取るかな。チャンス B だけどな、それ以外があれだからな。しかもあと3年しか使えない、伸びないな、いらない。ただ戦力ダウン しただけか。マジか。留学どこ行く？アメリカかオーストラリア。アメリカ行きたいな。急速パワー。あんまり行くことないからね。アメリカ。アメリカに誰かせよ。関谷。23歳。お、強こいつ。池野。池23歳か。池野も23万だね。意外と。まだ若い。27でしょ ?26、23、玉木か。玉木か、関谷か。もうダブル野手でいくか。野手だな、野手にしよう。ダブル野手でいこう。伊達は？関谷、玉木かな。関玉コンビで。関玉コンビで行こう。それか尾崎を生かしてもうパワー A ぐらいにするか。で、尾崎を一気に使うか。いや、関玉だな。関玉コンビをアメリカに行かせます。アメリカって北アメリカか南アメリカどっちなんだろう。北アメリカと南アメリカ。優勝、買う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 、
金はそこそこあるからね、 FA は全然取れるんだけどな。機材もうちょい買おうかな。全部レベル3ぐらい買ってもいいのかな。コントロールとかレベル3の方がいいか。パワーってそんな上げる選手いるっけ。一応レベル3にしとくか。球速もレベル3にしとこう。守備もレベル3にしとこう。スタミナ、走力、肩は上げないんでいいでしょう。練習指示を、ちょっと最近練習指示ね、カットしなかったので、久々にちょっと練習指示カットでいこうかな。よし、指示終わりました。なんだっけ。小野寺をショートからセカンドにコンバートします。ショートがね、結構多かった。うちショート多くね思ったんですけど、ショート多くね。ショート4人いるもんな。ショートが多すぎるんだよな、ちょっと。言うて、幼いがいなくなるとしても、ファーガスがいるんで、リーとか、ショートなんか多いな。コンバートしないといけないね。ショート多すぎて。ショート多すぎ問題がちょっと、あるんで。こいつ2軍でしょ。リー・トゥーセンは1軍に入っていいのか問題が。誰を入れよう。こうなるとやっぱダイソー要員で上岡とか入れときたいよな。1番に、おっ、ついよこいつ。1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番。まあ、これオーダーが妥当かなと。ファーガスはやっぱ来年、今年、幼いが今年でちょっといなくなっちゃうんで、ファーガスを来年使わないといけない。変化球覚えず。大塩はショートを守れるようになったのか。ブリーム外野の外野もちょっと守れるようにしました。で、守備上がってほしいな。走力か。いや、肩だな。なんだ、ファーストだったら肩意味ないもんね。守備は上手くないけど補給は高いんだよな。尾崎はどうしよう。尾崎弾道上げとくか。小野寺はミート。千中誰にしよう。あと一人。あと一人千中枠が一人空いてるんで。福留入れて、池上外しの。池上も年だもんね。今年で引退じゃない。まあ引退。うちを引退。うちは卒業しないといけないんで。大西をど、もう一人の先発誰だな。誰にしようかな。あと一人先発枠がいないんだよ。埋まってないんだよな。ここで川上とか使ってみるか、一回。もう30じゃん。今年で終わり。ラストイヤー。大町トレード出す。あ、俺大町トレード出したいとか言ってたな。大町トレードだな。坂間。先発陣が足りねえな。リード手多くね。はい、選手は配置のリード手。よし。1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番。まあ、OK。まあ、トリマこれでいっか。で、あとはトレードをやっていかないといけない。まだいたんだ、お前。すごくね、お前。お前すごいな。よく10年やれたな。伊藤隼太みたいな感じか。しかも生え抜けじゃないしね、こいつ。外様なのになぜ、なぜこいつは10年いるのかっていう、軟税ですれ立ってそう。軟税ですれ立ってそうだな。ケとかいう10年間生き残ってる野手。こいつなんか、あれだよな、オーナーの、なんか裏金問題とか握ってそうだな。もしかして、そういう情報握ってるのかもしれない。だから早く出したいのかもしれない、こいつは。阪神は。うちは、野手の若手なら誰でもいいから、
あーシーズン開幕まで新人投手トレードできないのか。そっかそっか。うん、じゃあとりあえず今年29球の選手を出していくか。押さないも出さないといけないもんな。押さないはいい選手をトレードしたいな。強いし。西岡も今年出すでしょ。池谷も出さないといけない。池谷一回出してみるか。三原は来年か。池谷一回やってみようと。あ、でももったいないな。期間がもったいない。意外と時間ないからな。投手指定なし、スタミナがある若手で、うちの30の選手、亀山とか今年ラスト。じゃあ98だから大丈夫か。池上は97年でしょ。あ、夏目とかもそうか。池上と山地2人で誰かくれ。押さない、誰取ろうか。押さない、タイトルホルダークラス取りたいな。ベストナインとか取ってる選手。お、木村がチャンスになってる。押さないってまだまだ成長してるからね。20代でタイトルホルダー取ってるやついねえかな。村上取る。村上取って集める。安田、村か、あ、中村翔成とかも取りたかったな。トストレード断られてるでしょ。はい、断られてる。投手指定なし若手。とりあえず池上を、まず池上からだな。1,2,3,4,5,6。ここまでか。え、鈴木も、うわ、鈴木もか。鈴木もこ、うわ、鈴木もだ。亀山は違うのか。こいつ万世なんだ。うわ、1,2,3,4,5,6,7。7人か。結構大変だな、トレードすんの。早めにパッパッパッと決めないと。押さないは最後の最後まで一応残しときたいね。一番使えるから。まあ、使えない選手からバンバン先にトレードしていくのが基地か。シーズンも勝たないといけないから難しいよな。シーズンも勝ちながら若手も育てるというか、若手を取らないといけない。トレード？亀山怪我するんじゃねえよ。トレード決まれ、トレード決まれ、トレード決まれ、トレード決まれ。うーん、トレード決まらず。お、亀山が怪我から回復。お、トレード来た。よし、カジノ。よーし、カジノくん来ました。10代はやめろよ。19歳やめろ、19歳やめろ、19歳やめろ、19歳やめろ。強くね、こいつ。なかなかいいじゃん、カジノくん。やったね。中村翔成取るぞ、中村翔成。どうせくすぶってんでしょ、2軍で。いねえ。え、中村翔成がいない。どこ行った、あいつ。外野で、え、これいねえ。クビになった、もしかして。中村翔成どこ行った。中村翔成であってんのかな。中村え、西武の外国人すく、西武のキャッチャー少な。え、いねえ、組乗ってる、もしかして。え、戦力外になってる。メジャー行った。え、消えた消えた消えた。そんなバグある。中村が消えるバグある。あ、いた、ヤクルトにいたじゃん。この中村は違う中村でしょ。え、消えた、消えた中村が消えた事件。
投手指定なし指定なし、うん、投手野手が欲しいんだな俺。野手指定なし指定なし若手29山地、山地で誰でもいいから若手野手をくれ。あ、ルーキートレード出せんね。もうルーキーをトレードに出すことができるんで。お、鈴木博士が200セーブ。阪神がトレード依頼してきた。どうせまた K でしょ。うちのトレードは成功するのか。結構野手トレード投手って結構トレードで結構、お、阪神の古本、おお、なかなかいいんじゃない。なんで池野が2軍にいいんだろう。リー2戦よりは上岡か。古本いいね、なかなか。あ、キャッチャーいいね。キャッチャー取らないとな。まあ、風お前も残って、まだお前はまだミート B だもんね。まだわかる、まだわかるな。なんでお前らは阪神に、なんでお前ら揃いも揃って阪神にいるんだ。して捕手指定なし指定なし若手、誰でもいいからキャッチャーに向かってくれ。うちは川上健信出す。川上出すんでキャッチャーの若手、キャッチャーいねえんだよな。うちドラフトでも取らないとな、来年キャッチャー。キャッチャー中心で育ててもらおうかな。今年キャッチャー取れなかったらトレードで。よし、なんかトレードがめっちゃ決まるようになってきた。松岡、ヤクルトの松岡くんとトレード成功。おー、いいね。まあ、26っていうのがちょっとあれだけど。まあ、代打兼星として。同い年なんだよな。そこがネックなんだな。もちろん若かったらいいんだけど。まあ、一応控えとして取っても、寺山がいなくなる時期にこいつもいなくなるのか。意味ないじゃん。意味ないじゃん。投手若手、スタミナがある若手。うちもちょっとルーキー出す。ルーキー誰だっけ。赤とこいつとこいつ、打たれずはセーフな、負け運な。あと誰だっけ、なんかめっちゃ赤とかあったルーキー。大町か、大町と若手トレードしてもらおう。ルーキーを早速トレードに出す球団があるらしい。なんかいいのくれ、いいのくれ、いいのくれ。ルーキー出すから、ルーキー出すからいいのくれ。若いぞ、若いぞ。阪神はもういいよトレードして。どうせひらがなでしょ、ひらがな軍団でしょ。あ、トレード失敗した。逆にルーキーがトレードできないか。うち今4位5位かな、そうなったの。池谷あと4人、西岡3割めっちゃ打って、めっちゃ打ってるこいつら、めっちゃ活躍してるこの3人出す、出したくねー。この3人出すタイミングがね。池谷はもう出しとく、さっさと。この3人難しいな。くっ池谷は野手、キャッじゃあ、無理か。池谷じゃ無理だよな。野手の若手も取れるかな。池谷欲しいチームってあんのかな。まあ、池谷は最悪トレードの駒にならなくてもいいでしょう。誰を出す、どっから出した、鈴木から出して、お、池谷やった、トレード成功する。調子いいね今年熊谷。あ、帰ってきた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 。スタマキがこんな感じ。関谷はこんな、関谷めっちゃ強くなって。誰だっけ、トレードきた。ん、誰だ、トレード、トレード。熊倉、こいつか。ルーキーじゃん。やった、強、なかなか強いのくれた。
ロッキー、しかも即一軍にいるし。若いし、一軍に落ちたもん、一個。上置く外すか。関谷入れたいでしょ。アミナ外そうか。戦地25にして、まあまあな気がしてんな。玉木上げるか。池野が調子悪いな。もう押さないから別に使わないんだよな、玉木。関谷2番。ライトか。西岡を1番に置いてみるか。2割1分2割4分ね。安田も1割だし。西岡がめっちゃ打ってるから外しにくい。変えにくいな。でも西岡も変えないといけないんだよな。もう押さない西岡に出さないといけねえ。ピッチャーも1人足りてねえ。最後行こうか。そういえば夏目もそうだよな。夏目も今年30だよな。先発も足りてないな。鈴木なんでこいつこんな時だけ 0.84 だよ。なんでこんな時にいい成績を残すんだお前は。活躍してなかったらスパッと出しやすいんだけどな。活躍されるとちょっと出しにくいんだよな。どうしよう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 。誰から出そう。まあ、夏目だよな。出すとしたらまず夏目からだよな。夏目でいいのくれねえかな。ここら辺のやつ、なんかここら辺のやつくれたらいいんだけどな。これで出してみようっと。うちのエースをあげるんでいいのくれ。決め球があるより変化球多彩の方がいいのかな。そこら辺どうなんだろう。夏目よし。あれもうなんか19歳な気がするこいつ。登坂なんか19、さっきチラッと見た感じ19だった気がする。やめてくれよマジ。19だけやめてくれ。19だけは。登坂強いけど年齢は。はいどうぞ。24危ねえ。だから中継ぎ抑えにするかこいつ。142だもんな。鈴木の先発に置いてみる。一回先発に置いてみよう。こいつ先発が足りねえわ。登坂を抑えにする。トレードで入ってきた登坂をいきなり抑え。中継ぎも微妙だな。活躍してないし。登坂ちょっと一回抑えに置いてみよう。これも打たれて6点台か。大西さん行くか。菱山も打たれてます。リード時ビハインド敗戦、ビハインド敗戦処理、ビハインドセーブ狙い。西岡がちょっと落ちてきたな。清宮ね。8番ファースト清宮。よし、じゃあ今日ここで終わりますか。次回押さないと西岡と鈴木博士トレードしたいと思います。それでは見てください。皆さんありがとうございました。バイバイ。